株式会社トヨトミは日本の大手暖房器具、空調機器メーカーである。本社は愛知県名古屋市水北。陶器放映の CM で有名な豊ストーブで知られる。トヨトミはポット式としては小型、予熱時間短縮、燃焼時の石油臭の低減等を実現し、さらに他の方式と同様の高温燃焼化に成功。これに特許とレーザーバーナーの商標を取得している。 小型ポット式燃焼による高い熱効率、低 NOX、低 CO、毎シーズンの残り灯油が使用できるほどの高い耐久性、省電力、静音などが特徴で、同社のファンヒーターのセールスポイントになっている。また、分前式に比べて、バーナーが上下方向に大きくなりがちなことを逆手に取り、大容量のカートリッジタンクを採用して、給油回数を減らす傾向にある。なお、 2011年モデル以降は前シーズンの残り灯油が使えて無駄がなく、省電力設計であることから、エコバーナーという名称になっている。また、ポット部分を耐熱ガラス張りとし、遠赤外線を併用するアンティークファンヒーターも発売しているほか、2010年度モデルからは、ポット式の弱点だった、温まるまでの立ち上がりの遅さを克服するために、3秒ですぐに温まる電気ヒーターを搭載した。 ハイブリッドヒーターを発売した。2014年度モデルからは、湿度センサーを搭載することで、体感温度に応じた自動制御が可能で、石油ファンヒーターでは、珍しいリモコン付けのハイグレードモデル、スマートファンヒーターを発売した。なお、FF 式石油ストーブには低 NOX 性能を強化したエクセレントレザーバーナーを採用している。 2017から2018シーズンまで豊富が唯一のメーカーであったが、2018から2019シーズンより3ポットに特許権を供給している。ダブルクリーンは豊富の芯を用いた石油ストーブの燃焼機構技術である。通常の耐熱ガラス等による燃焼灯の上に二次燃焼室を設け、従来放出されていたミネンガスを燃焼させる方式である。 これにより従来よりも、灯油炭位量あたりに対して、高効率であるほか、二次燃焼室の火力調整幅が広いことが特徴である。また、低 CO、低 NOX、また真に未燃成分が残りにくいため高耐久性と、ファンヒーターのレーザーバーナーに比する高耐久、省エネ性がセールスポイントとなっている。しかし、家庭用暖房の主役を、ファンヒーターに譲り、 その代用品、保管品として低イニシャルコストが求められがちな新式の石油ストーブにあっては製造コスト上不利であり、レーザーバーナーが豊ミのほぼ全てのファンヒーターに採用されているのに、対してダブルクリーンは上位機種のみの展開となっている。特に家庭用よりも公民館などのような公共施設で購入されることの多い滞流式においては、 ランニングコストよりもイニシャルコストの低減が求められがちであり、ダブルクリーン開発当初に発売したものの、販売数が伸びず、2009年に一旦全品廃盤となった。しかし、少数ながらも根強いユーザー層の要望に応える形で、2015年に限定品として、KR-47H が復活、翌シーズン以降は量産品として完全復活した。 トヨミ製電気ストーブ同社が1982年から1983年まで製造されていた石油ストーブ LCR-3 型で2006年12月に北海道苫小牧市のアパートで親子7人が一酸化炭素中毒で死亡した事故が起こった。対象機種は5機種で以下の機種が対象製品である。いずれも1982年から1984年の 製造で、三洋電気石油ファンヒーター事故以前の製造なので、安全装置はついていなかった。三洋電気の事故を受けて、1986年から回収が行われていた。しかしこの事故に関して後日分かったことだが、使用していた石油ファンヒーターは正規に購入したものではなく、ゴミとして廃棄されていたものを拾って、再利用していたことが判明した。当初は、北海道警察が、 業務上過失致死傷罪の容疑でメーカーに刑事責任があるとしていたが、これにより刑事責任を問うのは困難になった。なお死亡した親子の遺族は2008年3月に被害拡大を防ぐための周知義務や回収交換義務を怠った国が回収を命じていれば事故を防げたとして、豊臣及び日本国政府を相手取り、それぞれ約8、 霊園の損害賠償を求める民事訴訟を札幌地方裁判所にて起こしたが、このうち豊臣に対する裁判については、2010年3月に遺族の請求を帰却する判決が出ている。石油暖房機器製造から撤退した日立製作所に代わり、日立チェーンストールに当社製品が供給されている。また、石油ファンヒーターの自社生産を中止した。 調布製作所にも OEM 供給されている。ありがとうございます。